購入自転車かな。よく寝るねこの人。あるわだ。それはいつ生まれたのか誰も知らない。暗い音のない世界で一つの細胞が分かれて増えている。三つの生き物が生まれた。彼らはもちろん人間ではない。また動物でもない。だが、その醜い体の中に正義の血が隠されている。揚げたおじさんがチャックを開けて出てくるのか。それは人間になれなかった妖怪人間である。人間に変わるのかな、凛ちゃん。ちょっと音楽に合ってるんだけど、音楽に合ってんだけど、自分も人間になりたいと思ってるんだよ。うん。なんなかったね。カニさん、いいのやってないよ。